久しぶりです。今回もレジンテーブルを作っていく動画になるんですけど、この木ですねと、これはベニヤ板なんですけど、これの向こう側にこの2枚ですね、2枚をこれからデザインしていくんですけど、もう下処理が終わってます。いつものように、この木自体は琉球松なんですけど、綺麗ですね。この真ん中に穴開いていい感じの作品ができそうです。この木にはもう、レジンをもう塗ってます。表面に塗って、乾いた後になります。で、以前の動画に、そのレジンを塗る工程だとか下処理の工程はあるので、ぜひそちらを参考にしていただければなと思います。今回はですね、もうただ単にひたすら、テーブルを黙々と作業する映像になりますので、気になるところはそこの方まで飛ばしていただいて見るようにしてください。で、これですね、なんと 2m10cm あります。で、幅をこれから、80cm ぐらいにしようかなと思うので、これから次の作業はこの大きいベニヤ、こいつですね、こいつに、テープを貼ってレジンがくっつかないように下処理をするっていう作業から始めていきます。はい、それではもう今回はね、淡々とやっていく動画になるので、ぜひぜひぜひ皆さん気になるポイントだけ飛ばしてみるようにしてください。じゃあいかつい作品作っていくぜ。はい、板に貼り終えました。シールこんな感じですね。表面がこんな感じです。透明なんで分かりづらいんですけど、なるべくね空気が入らないようにピタッと貼りました。それでは枠を組んでいきます。はい、皆さん、今日で5回目の投入になります。で、今実際27キロぐらいレジンを入れました。で、この側面分かる通り、あと 1,2 センチ 1.5 センチぐらいです。で、今日はトップコート前の最後のレジンを流していきたいと思います。それでは早速始めていきます。